本日も宇宙メイトチャンネルへようこそ、ゆです本日のテーマは自分の人生を生をきる、そしてていについてですで、これですね今回いい題材を頂い,いてこれめちゃくちゃ大事だなって思うのとこの主張りのこの段階がわかることで自分がどうした方がいいのかっていうのがすごく明確に分かりやすいんですよね。なので今日ちょっとこの話をさせていただきたいなと思います。 はい、そしてですね、あのー、まずちょっとその題材としてあの分かりやすいのが今回ズームで私はオンラインセッション他にもズームとか、まあ、インスタラインとかで、あのー、実際に、えー、と顔を見ながらあのお話しさせてもらうんですけどその時にズームだったら録画ができるのでこの録画を撮ってもいいですかって、えー、と言われたので私はもう全然いいなと思ってたの。 思ったのであ、大丈夫ですよっていうふにお伝えしてたんですけどこの,あの録画をしない方に関してはなんか全然スムーズにいくんですけど録画する方だけがなんぜかトラブルというか、えっと、始まる前ぐらいからなんかこううまくいかなくてであので結構私こういう時って「あ,のあれ?」って何かな っていう風に読み解くのがやっぱり好きなのでで、何だろうって思った時にあこれ録画にななんかヒントがあるなっていうのに気づけたんですよで、今回ですねあの受けてくださった方が、まあ、最終的にはちょっと撮られてなかったんですけどあの、なぜこの録画をしたいかっていうとまずそのメモを撮ろうとした時にそのメモを撮るのに集中してあの聞,き聞くことを逃したりとか例えばその。 集中できなかったりするのがもったいないからその録画をすることで安心して受けられるから「あの録画したいです」って言われてで私もその気持ちすごくわかるのででもどちらかというともうななてて、ね、だから今っていう瞬間に生きた時にこの録画っていうのにすごくなんか違和感を感じてたんですよ。で それはでもまだ全然言語化できなかったんですけどあのー、で結構私のこのなんか言語化できないけど何かの違和感っていうのが出てきた時にあの友人の愛さんが本当にあに引き出すのが上手でいやなんかこう大切なエッセンスが入ってるのになんかこう出てこないんだよねっていう話をしててその時にあそういえば、あのー、私も23年前ぐらいにシリウスの「 セッシ,ョンシリーズのチャンネルリングしてる方のセッションを受けた時に「あのゆうちゃんもえ録画してたよね?」って言われた時に「確かに!」って思ったんですよ。で最近その自分の感覚がその録画する感覚っていうのを忘れてしまってるのでその感覚がなかったんでその時の自分ってどうだったかなって思った時にすごく読み解けたんですよ。まあ、もちろんアイさんも一緒にちょっと読み解いてくれたんですけど。 でこれはまあシリーズです、ね、で、すねこの時にあの私はその時チャネリングもできなかったしでもその未知の世界はあるっていうのは分かってたけどでももっともっと深いところを知りたいっていうのがあって相手の方をめちゃくちゃ上にしてたんですよ。だって私の知らないことをできるので、まあ、ある意味その師匠 というかこう教わる立場っていう感じなので自然と上になるとは思うんですけどだときにこの A さんがこれ私の感覚ですねこの私の感覚この23年前の私の感覚どうだったかっていうとあの A さんが正しい答えを持ってるから私はその正しい答えを見逃したくない私の知らないことを知ってるから その情報をすべて逃さず、えー、と自分のものにしたい所有したいと思ったんですよせっかく受けるのででそれも例えばその感覚がやっぱり、えー、と何万34万えっ、ー、と結構結構な金額出してるんですよなのでなのでちょっとこれは聞き逃すまいって思ってたんですけどじゃあこれって今の感覚で言うとめちゃくちゃ重いんですよだし あのこれって自分を下に見てその相手の方を上に見るとかこ,こ,れこ,れこれが悪いっていうわけじゃ全然ないんですけどこれってあの段階があるんですよね。でそれが分かったんですよ。で例えばこの,この時期ってどういう時期かってこ,れここに当てはまるんですよね。まずシュハリっていう、えっと 日本の茶道とか武道とかでもあのこういった話っていうのがあるんですけどこの手張りっていうのはどういうことかっていうとまず、えっと、師匠が持ってる型をその型を真似しながら学んでいくっていうタイミングなんですよね。なんか型を学ぶっていう感じですねで次はどの段階に行くかっていうとその学んだことその師匠の型を自分の型にしていく。 だから元々あっったその型を破るるていうタイミングが来るんですよね。で、これがえっ、ー、と自分オリジナルとかの段階で次にどうなるかっていうと離れるっていうのは自分の型をずっと生きてた時にもう染みついてくるんですよねあとはこれはもう究極言うと今を生きたら ただもうこれはこの時の私っていうのはその不思議な体験をし始めたりとかしてる段階ではあったんですけど、あのー、本当に組織というか社会の中でなかなかうまくいかないなとかもっと自由にもっと自分の好きなことをやっていきたいのにって思ってる段階だったんですよ。 でもどうやったらここを抜け出せるかわからなかったのでここの段階で言うと私は主の段階だったんですよだからこの A さん以外にもいろんなこの人生をうまくいってる人たちの型をずっと学んでったんですよで型を学ぶってどういうことかっていうと力をつけていくんですよねだからえっと飛行機の離陸の時みたいな感じでこの主張りの時ってどんな感じかっていうと 主はえっと自分の人生を通してずっとこうたいえっと学びながらちょっと実践して学びながらちょっと実践してってその学んでることをそのまま純粋にこう体験していくっていう段階でこれは、えっと、これをしなさいっていうわけでは全然ないです。 これは私が振り返った時にあそういう風にしてたなっていうただの、えー、と一例なので全然今の時代って周波ーリりっていうかもうここから生きれるんですよねこれしなくても実はでもどうしてもやっぱりこの、えー、と社会でこう先入観先入観じゃない社会でいろんなルール自分の光じゃない正反対のことを学び続けてるのでここから抜け出す方法っていうのが 結構難しかったりすするんですよ一気にここに行くのが難しい方にとってはこういう段階を踏んだ方がやりやすいんじゃないかなって思いますなのでこの手張りの種っていうところがこう,こういう時期だったんですよねで次何があったかっていうと私1年前ぐらいにセッションまた受けてるんですよ別の方のでこれはどういう方かっていうとあの B さんっていうもうめちゃくちゃもう うまくいってる方なんですよそれアートの分野でもその自分のこういろいろ商売に関してもうまくいってる方でだから自由に生きてたので私からすると「わあすごいなー」って言ってキラキラ何か「うわ」って羨望の眼差しで見てたんですよ。で次何か起こったかというとこの時も結構な金額出したんですよ。本当にグループセッションだったんですけど3万円ぐらい出したんですよね。1時間 もかかかったかなあんまりちょっと時間はわかんないんですけどってなったらもう3万円もそのもう全然お金余裕ない時ですよでも人生絶対かけたいからって思った時にもうこれはもう学ぶしかないと思ってうまくいってる方法を知りたいからって思ってもう全部逃したくないと思いながら受けたんですよ。 そうした次についどうなったかっていうとうもう B さんからめちゃくちゃいいアドバイスをもらったんですよ。もうすごいなみたいなきっとこれをやれたら変われるんだろうなって思ったアドバイスなのに私の心はモヤモヤしてたんですよ。しかも始まる前よりもなんかズーンって気分が下がったんですよ。でも3万円もかけて学んだことっていうのは 体得したいいじゃないですかでこの時何が起こったかというと思考で言うとせっかく学んだからこれを自分のものにして自分の人生に生かしたいでも心はモヤモヤ心はズーンじゃあ自分に問いかけたんですよえどうしたいって言った瞬間これをやるっていう選択肢もあったんですよアドバイスを。ででも私はやりたたくなかかったんですよだから もう私の人生もう払ったけどでももうやらないっていう選択肢で生きていこうだって私の人生だからやりたくないことはやりたくないしって思ってセッションの内容を全無視したんですよ <laughs> で後になって気づいたのはこれ答えが相手にあるんじゃないっていうことを学ぶためのセッションだったんですよ後になったら分かったんですよだから、自分の方 自分の方に必要ないものは入れないとか自分の心地いいと思わないものは入れないっていうそういうふうに今までたくさんのなんかこううまくいってる人たち学んできたことをそのまま受け取ったりとかするんじゃなくて自分の方に落とし込むじゃあその自分の方に落とし込むってどういうことかっていうと心がワクワクするか心がズーンって嫌だなって思うか。 この心の反応をしっかり見ていくっていうことがすごく大事なんだなっていうのを感じましたでだからもうそう考えるともうこの3万円で学べてることってめちゃくちゃすごいんですよここから自分の人生を生きることができるで今はどういうことかというと今はもう今っていう瞬間を生きるようにしてるんですよ自分の心に従うだからもうしょっちゅう聞いてますどうしたい今何食べたい今食べたくないとか 何飲みたい体はどうきつくない寒くないって聞いていや寒いって言ったらいくら春だろうがストーブつけるんですよあ私ストーブが好きなんであのあの火のエネルギーがちょっと強いからストーブ好きだったですだからその本当に今っていう瞬間どうしたいって言って心地よく過ごしてることによって今はこの手張りの、えっと、離れるっていうところで、まあ、生き 生きていれ,れてるですよね。ってなった時に次じゃあ Zoom の録画でこれは Zoom の録画だけではなくて例えば、えっと、セミナーに行かれるとかセッションを別の方の受けられるとかあとは何だろう YouTube を見るとかっていう時にもこれ すごく大切なことなんですよ。これすべてにいろんなこと当てはまるので学ぶっていう時に大事なことなんですけど実は、えっと、私の今の感覚でこれを見た時にだからこの時はもうすごい感覚わかるんですよだからそれを全然否定してるわけでは全然なくてこれ、えっと、今の瞬間からこれを見た時にどう思うかっていうとまず、えっと、私はセッションをどうやってやってるかっていうとえっと 今ってていう瞬間の切り取り取をしてるんですよで、例えば60分間っていう時間がある中でその60分間ですら周波数がめちゃくちゃ変わるんですよ。で最初と最後でも違うので最初、えっと、私は空の状態だからその思考を入れない状態でフラットの状態でできるだけ、えっと、入るようにしててでそれで。 空のの状態でで入っててきたことをそのままお伝えしてるんですよ鏡みたいに。なので,、えっと、でそれで、えっと、かがこうやって伝えたりとかその方の可能性であったりとかその方の、えっと、未来とかをあ私こうなりたいんですって言った瞬間未来が見えたりするのでその未来をお伝えしてたりするんですけど例え,ばその例えば未来とかそのアドバイスが。 ここの時点でつながってる未来があったとするじゃないですか。じゃあこれがどん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 、あのー、セッション中ですらあの今っていう瞬間に生きてたりとかちょっと宇宙的な感覚が鋭い方っていう方どんな感じかっていうと最初と最後でも言ってることが正反対になるぐらいあのーまあ、正反対まではな,ならないですけどええー、みたいな展開が変わっていくんですよこの60分間ですら。なのでえっと ここの時の、えー、とセッションしてるうちですらこうやって変動していくのでまあ下がるこ,とこ,こんな感じで変動していったりするのでそうした時に今っていう瞬間つながってる未来また違うんですよ。じゃあえっ、ー、とこれが えとそのセッションだけじゃなくて終わりました終わってから実践したりとかあ私って本当すごいかもしれないなとか自分の可能性に気づけたりとかあこういうこういう世界もあるかもしれないなって自分には今までちょっと思いつかなかったけどあこういうことやってみると楽しいかもしれないなって思ってそれから、えっと、私が伝えたことを100%やることは正解では全然ないんですよ。 私がそのセッションしてるのは何かっていうとこの今っていう瞬間の周波数を変えるためにやってるんですよね。で、えっと、変えた時に、えっと、こうやって変えた時にここのタイミングでなんかアイディアが来る時があるんですよ。なので私に来ることもあれば、えっと、お相手受けてくださる方に来る場合もあってあのどっちかというとその。 自分に降りてきたアイディアあこれやってみようの方がめちゃくちゃ大事なんですよねなぜかっていうとこの周波数があった時に空の状態でアイディアがストンって周波数が変わったことでアイディアが入ってくるあの録画してここの内容私が話す内容なんかの100倍でも1000倍でもないぐらいもうこのアイディアの方がもう宝なんですよこれってあなたの未来から来てるメッセージなので なので、例えばじゃあ次どうなるかっていうとこれからどんどん変わってもちろん日常を過ごすので下がることもあるしあうまくいかないなっていうこともあるしもどかしい世界に戻っていくかもしれないけどでも、えっと、前よりは絶対上がってるはずなんですよね。で、じゃあその時に えっと、動画を見るってどういうことかあ録音録画した動画を見るってどういうことなのかっていうとここの情報をずっと話してるって感じになるんですよだからもし皆さん受けくださった方とか例えばこれからセミナーとか何とか受けられる方いろいろ記録したいと思うんですけどこっちよりも今っていう瞬間のその感覚の方が大事なんですよね だからそのセッションとか受けた後にそれでもどんどん変わっていく,ですいくんですよ進化していくのでそうした時に進化した時にあの録音録画ではなく私が話した内容とかが一言ストンって降りてきたりするんですよだからそっちの方が重要っていう感じですね動画ですすべてを網羅すること以上に その瞬間にアイディアを下ろすとか、その瞬間に心が震えることをやることの方が。すごく大事なんですよ。だから、できれば、この本当に、あの。飛行機の離陸する時みたいな感じで。守る時って、あんまり変わらないんですよ。現状って、まあ、ちっちゃくしか変わらなくて。で、次、歯の時に。その慣れ親しんだ場所から、ちょっと抜けるっていう感じがするんですよ。 で、この時に何が必要かっていうと学ぶことってめちゃくちゃ安心なんですよね。なぜかっていうと自分が責任取らなくていいんですよ。例えばもう第一線でやってる方たちの学びを学ぶことって受け取ることじゃないですか。で次それを実践して自分が発信するってなった時に例えばもうあのちょっと緊張するんですよ。 いいろんなな人たちとと関わっていくことになるのでだからあの正直学ぶことの方が楽だと思います安心っていうかでも心の中で分かってるんですよこのままじゃ自分の人生じゃないなっていうのが分かるから次は何が起きるかっていうと慣れ親しんだ方を自分バージョンに変えて自分で実践していくこの行動するっていうことなんですよ自分にできることから。うん で行動して行動して行動することによってあ私はこれは合うけどこれが合わないなっていうのが分かってくるんですよで合わないやつは捨てる合うやつは使う使っていくやっていくでそんな感じ振り分けてた時にいろんな方の中で自分のオリジナルができていくんですよでオリジナルができていた時にそれをやっていくとめちゃくちゃうまくいくんですよここからじゃあ あのやってもうまくいかないんですっていうなんかこう学んでるのに全然人生変わらないですっていう方はどういうことかっていうと学び続けてるからなんですよ次じゃあそういった方が変わるには手張りの歯破る自分の型行動して自分の型を見つけていくっていうことが結構重要になってくるんですよねで私のこの動画で配信してるのはもうここを話してるんですよちょっとすいませんちょっとつきづらくなったから帰らな ここを話してるんですよであのー、皆さんに、えっと、こ,こ,ここはもうすでにたくさん情報もあるしそれが得意な方が話してるので私はその方はその方で絶対重要だと思うんですよ。だってここの時期ってやっぱり私も本当に長い間ここで学んだことが今のその血となり肉となりもう本当に力がついたので。 ここは私にとってすごく大切な期間だったんですけどじゃあ私はそれを伝えたいかって言ったら全然面白みがないんですよでもこれを面白いって思う方もいらっしゃるんですよねで私は次ここが楽しいんですよ変わっていく瞬間がだから私はここを話してるしってなったらセッションでは私はここじゃなく私はここを伝えたいのでだから今回のことがあった時にあやっぱりズームは録画はやめようと思ったんですよ それよりも今っていう瞬間に生きることの大切さをこれからも伝えていこうっていうのがあってでもちろん本当に不安とかっていうのもすごくわかるんですけどその不安があるからこそそこで学んで次の段階に行くで私の YouTube とか見てくださってる方っていうのはもう確実にここの段階の方だと思いますなぜかっていうと私はその人たちに向けて話してるので だからその私、以前ちょっと話したと思うんですけど私、あのセッションで依存とかっていうのが依存されるのとかが嫌だとか言ってたと思うんですよね。で、めちゃくちゃ冷たく感じると思うんですよ、ここの段階にいる方って。え、ひどいみたいな。で、これって私、あの不動明王さんの感覚もわかるんですよ。不動明王さんってあの一見冷たく見えるんですよ。だって、ひどい経験をさせたりするので。 あのつ不動病さんが守護についいてる方ですね助けてよって言っても助けてくれなかったりするんですよ。でそれって逆に深い愛なんですよね転ばせるとか痛い目を合うことで人生を学びそこでその転んだことによってそれでも光を見,見つけ出すそのすごい実力をつけるそのタイミングのチャンスを奪わないっていうのはすごく わかるんですよその感覚っていうのはうわ深い愛だなーっていうのをすごい感じるんですけどじゃあ私はどうかっていうと私はそこをやっていきたいんですよね例えばセッションであの私は正解を言うことがあの全てじゃないと思ってるんですよ相手が気づくこととか相手が成長するためだったら私全然なんか悪役でも何でもなるみたいな感じなんですよ だから、例えばしっくり来ないっていうことも絶対あると思うんですよ。逆にこういう離れないとい,いけない時期にセッションを受けた方がもしいたなら、えっと、どちらかというと途中でこう伝えていってる時にあしっくり来てないなとかしっくり来ないなっていうのが分かった時に途中で切り替えるんですよ。 これてて自分でで決めるこことが大切ですっていうこの手張りの手自分のオリジナル行動をしていくことっていうのを伝えてたりするんですよで例えばじゃあ当ててもらうことが正解って思ってる人にとってはえ全然当たんないじゃんとかえ全然なんかあれじゃんって思われると思うんですけどもう全然1ミリも嫌だと思わないんですよだってその人が変わるんだったらもう全然いいなと思っちゃうのでってなった時に本当に えっと、答えはこっちじゃないんですよ自分の中にあるっていうことにやっぱり気づけるように私はこれからも伝えていきたいなと思います。でじゃあ次えっ、ー、となのでその本当に今っていうその瞬間にいるってどういうことかっていうと本当に最近結構話してるんですけど自分の世界の中心にいるっていう感じなんですよ。だから 相手が出てきた時についついやっぱり日本の習慣として相手を重んじるっていうのはすごい清らかな心とか相手を尊重するというかもともと直感が鋭いので相手が何考えてるかなって多分分かりやすいと思うんですよね特にこういう動画を見てある方なんてあ今こう考えてるなあ今嫌な気持ちしてるなあ今こういうふうにやってほしいと思ってるんだなってすべて分かったとしても その時に自分がどうしたいっていうのがベースになってきますね。なので、でそれはえっと実はえっと相手にとっても大切なことなんですよ。で宇宙とかその本当にえっと高次元の世界ってどうなってるかっていうと、自分の心に従ったらうまくいくようになってるんですよ。本当にこれ自分だけじゃなく周りもです。 例えば「うわっ待ち合わせしたのに今日今行きたくない」みたいな「さっき30分前まで行きたかったのに今行きたくない」ってなった時に自分の心に従うってどういうことかっていうと「あごめん」みたいな「いやさっきまで行くつもりだったんだけどちょっとなんか行けなくなっちゃった」みたいな。じゃあこれで、えー、と抵抗のエネルギーがある方は、まあ、いろいろトラブルあったりするかもしれないんですけどじゃあその宇宙的な感覚でいるって どうなるかっていうと実は「あよかった」みたいな「本当は私も用事があったんだけどずらさないといけないな」と思ってたところでちょうど電話しようと思ってたんだよ別の人に言ってあでもそうやって言ってもらったからもうこのまま別の用事を済まそうと思うからあ助かったわみたいな感じになるんですよだから私はちょっとずつ今を生きてこう今を生きるって簡単なことじゃないんですよ本当は。 すごい勇気がいることだしすごくいろんなブロックを外していかないといけないんですよね。今どうしたいって言った時にうわーそれちょっと人としてどうなんていうこともやっぱりあったりするんですよ。でそれを全てや,やってくださいって言ってるわけではなくてその瞬間やりたいって思ってる心をまず受け止めてやれるところだけやっていく。でやれなかったらあ次やれたらいいよねって思いながらその。 毎週毎週自分の心の動きをちゃんと受け取っていくっていうことが大事なんですよね。そうすることによって、もう今とかだったら私、あ行きたくないなって思ったら、やっぱりもう直前でも、あのーこ、お断りしたりするしますね。なぜかっていうと、行くことによって余計、だって行きたくないのに行くっていうこと、エネルギー下げてることじゃないになるじゃないですか。 そうしたらエネルギーが下がった状態で会うってこと相手のエネルギーを下げたりもするんですよ。でみたいな感じでえっとじゃあ意外とでもこれめっちゃでもスムーズになるんですよで私の周りなんてそんな人たちばっかしなんですよだから私だけじゃなく待ち合わせしようなんか待ち合わせして「あごめん」みたいな「1時間遅れる」って言っても「あ分かった」みたいな感じですね。 あ、じゃあその間にカフェ行ってゆっくりしようみたいな。あ、そういえばあそこ行きたかったからあそこ行こうみたいな感じであの流動的な人だけが周りにいたりするんですよ。だからキチッキチッキチッってしてる人は逆にお互いにとって良くないのでお互い多分イライラするからそういう方はちょっといないですね、今は。ですね。なので本当に、えっと、これもちょっとずつちっちゃなブロックを外していくっていうことになるんですけどなので これはまあちょっとざっくりしたことにはなるんですけどその本当にこういった周波理っていうそういったその段階があるのででも,も結構こ,のこっちの方が私は多いんじゃないかなと思いますこの動画を見ていただいてる方とかは特にまあここら辺とかですねなのであのー、ですね ここだから悪いといとわけででは全然ないんですよ本当にここって土台作りすごい大切な時期だし例えば学びながら自分の方同時進行の方もいるし本当に人それぞれなんですよこんなのなんていらないっていう人もいるし私あのこっちが不正解でこっちが正解ってわけでも全然ないのでただこっちで生きた方があの本当に飛行機に の上で空を飛んでるみたいな感じで、軽くていろんなことがスムーズにいきやすいんですよね。だしこっから飛び立つのにやっぱりその段階があるんですよ。ここってやっぱり苦しいから、誰かに引っ張り上げてもらいたいとか、誰かに依存したいっていう気持ちももうめちゃくちゃわかるし、私ももう依存しまくってた時期なので。なので本当に依存が悪いってもう全然思ってないし、誰かにこう寄り添いたいって。 一人だと怖いとか一人だとこの世界でもなんか流されそうな気がしてやだみたいなでもその経験すら本当は美しいんですよねなのでまあなんだかんだいろいろ話しましたけどうんひとまずはまあ楽しく自分の人生を生きていきましょう <laughs> 学びは学びの時期も楽しいし 行動するのは怖いけどでも行動したことで変化するからそれはそれで楽しいし今を生きるっていうのはいろんなブロックと出会ってでそこで怖なんか嫌だなって思うこととか恐怖と向き合わないといけないとかチャレンジしないといけないこともあったりするけどそれはそれで楽しいしどれも OK みたいな感じで <laughs> なんか無理やり感はありますけど。はいということではあっという間にこんな時間ですね。はい ということで本日もご視聴ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。